開運が気になるところな。やっぱりこう恋愛してる方が人生楽しくなりますもんね。そうだな。確かに確かに。恋愛ですよね。今年2021年は恋愛はうまくいきやすいです。なんでかというと、今年来年はすごく絶好調、運気がいいっていう時ほど、自分にとってのそのわがままが許される時期でもあるので、確かに。変な話、好きな人ができました、声かけます、付き合ってくださいってダメ元で言います、それが運よくいくっていうこともあるので、おお、マジか。恋愛によってどん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 自分のわがままを出して許される時なので、すごくいいと思います。本当か？本当です、本当です。今まで恋愛はうまいこと言ったことないけどな。占いで数字で36っていうのが出たんですけど、お数字の36って、ぶっちゃけ異性の見る目が全くないっていう意味なので。3月6日じゃないか、誕生日が。そして、俺ボクシングを昔やってたんだが、3勝6敗。36っていう星ついてるんでしょ？また寒って言われるし。それは知らないですけど。それは知らない。それはゴロですけど。それは、うん、でも本当に女の見る目が全くないって出てるんで。こっちが見る目がない。そうです、そうです。なるほど。だから、うまくいかなくて逆にいいと思うんですよ。なるほど、なるほど。いい女って勝手に自分の中で作って、なかなかイメージじゃねえか、じゃあダメだっていうタイプでもあるので、あまずいい女がどこにいるんだろうっていう概念をまず捨てていけば、レイヤーはすごくうまくいくと思いますよ。手当たりかまわずってことか。そうです、そうです。本当か。もうモテ期はもう終わったので。終わったのか？え、してないよ、してないよ、知らない間に通り過ぎてたよ、モテ期が。モテ期はもう終わりました。嘘だろ。あとはもう自分が選ぶ時代です。ちょっと待って、モテ期いつでした？2年前ですね。おい、直近で2年前何してたんだよ俺。2年前はまあモテ期に入ってましたね、恋愛でいう。山梨の卒業するかどうかぐらいか。2019年っていう年がすごい人気の年でもあったので、うん、男性からでも女性からでもモテた時期でもありましたね。友達は多かった、うん、ただ恋愛はその年でなかったらばもうこの先ないですけど。ひどっ。ちょっと待てよ。結構そこ大事だよ。お金があっても健康があっても。だからもう自分が選ぶ時代ですもん。あ、選んでいく、うん、まだ可能性はゼロではないか。究極のゼロか100かって言ったら100ですね。おお。だからもう自分で行くしかないです。なるほど、うん、まあでもこんなこと言っちゃなんだが、売れてさ金持ちだったらさ、うん、まあある程度魅力は上乗せされるよな、まあ、金目当てとまではいかないけど、まあ、まあ女性って基本的に、うん、男が好きなんじゃなくて、うん、男が稼いだお金が好きなんだよ。大丈夫ですか？それ大丈夫。女性的に回さないから。そういう女性を選べばいいと思います。なるほど。なんか、はい、悲しいけど、なんかそれしかないような気がしてきた。現実そうですから。売れるしかねえんだな。売れるしかないです。よし。こいつがおいらの神チェー